ドリミツデラは、大阪府柏市山の居町にある寺院。総統州永平寺の末寺。天平年間に、行基が改装。本尊の薬師如来像は、行基の作と伝わる。かつては、七道河欄をグビセし虚殺なりと言われ、大規模な寺院だったが、織田信長の死に山寺の攻略の際に陛下に会い、その後慶安四年に再建されるも、王子のような規模にはならず。 境内は縮小して、現在は敷地わずか123坪となり、本堂、栗、廊下及び不動堂があるのみとなっている。本堂には本尊と共に焼けただれた4体の4天皇像が安置されている。一基礎儀式の木像で、いずれも両腕と事物が消失しているものの高さは1メートルほどあり、平安時代の作とされる。 境内に通じる階段を上がってすぐ左手に衝動があり、内部に3体の石仏が安置されている。そのうち左と中央に石棺物が安置されている。古墳時代後期の家型石棺の屋根部を転用したもので横方向を切断して使用している。上部に二石の合わせ目部,部分が上部外側に縄付き突起が残っている。左が 菩薩が多立像石管仏で、頭部が欠損している。中央は、如来系座像石管仏で、頭部と上半身が深く彫りくぼめられている。いずれも、平安時代後期の作とされる。かつては、の道の傍らに半ば渦漏れた状態で置かれ、農作業などによる都議省が所々に見受けられる。境内奥に、日露戦勝記念碑及び、高田川音吉地碑がある。 高田川は山の井出身で、石踏みは昭和4年に建立された。境内南には、式内社である和が山和姫命神社がある。ありがとうございます。